はい、どうもこんにちは、たけるです。さて、今回は僕の大好きなスタバのお話です。スターバックスね。皆さん、スタバと聞いて思い浮かべる言葉と言いますと、フラペチーノですよね。断然フラペチーノですよね。新作が出てすぐとかさ、店に行くともう、行列。いやーね、あの行列をなんとかしようと、スタバさん思ったんだと思います。新しいサービスが導入されることになりました。その名もモバイルオーダー&ペイでございます。つまりスマホから事前注文しておくことで、店舗に行った時にすでにもう受け取れる状態になってますよっていう形です。まあ今回それについて詳しく見ていきましょう。まずスタバのアプリをインストールしてください。ちなみになんですけど、アプリをインストールした後はスターバックスリワーズっていう、まあ、会員登録が必要になります。アプリインストールと会員登録、この2つを済ませたらオーダーができます。アプリから始める新しいトゥーゴースタイルモバイルオーダー&ペイってありますね。ここでオーダースローを触るとここから注文することができます。ただし一つ、ここで残念なお知らせ。東京都内の一部の店舗でしか対応しておりません。少しずつね、全国展開もしていくらしいので、待ち遠しいですね。とりあえず今回やり方だけを説明していこうと思います。ではまずオーダーする。おい、はい、こんな画面が出てきます。さっきちょっとだけいじったんで、丸の内って出てますけど、まずここで選びます。お店を選びます。まずね、 GPS で近くの店舗を探してくれるんですけど、もちろんまだ東京都内ですので僕の地域にはまだありませんと。今回はじゃあどこにしようかな。注文しませんよ。どこにしようかな。じゃあ丸の内ビル店にしましょうか。選択します。ちなみにこの受け取り時間も注文内容によって変動します。では注文商品選びましょう。はい、コーヒー、そしてエスプレッソ類、フラペチーノ、ティー、アダルツ。はい、そうですね。新作とかは入ってません。まあ、将来的に分かんないんですけれども、現段階では基本的にメニューに載ってる商品を注文できる形になっています。まあ、つまりね、その新作並んでて列ができてるけども、新作じゃないものを頼みたい人も並ばなきゃいけないと。まあ、その状況をね、まあ、緩和と言いますか、なんとかさせようと思って、今回このようなサービスができたんじゃないかなと思います。じゃあ、今回はどうしようかな。夏っぽく、抹茶クリームフラペチーノ行きましょうか。僕の大好物でございます。もちろんここでホットとアイス選べるんですけども、フラペチーノはアイスですね。はい。で、サイズも選べます。トールですね。基本トールで。はい、なんとね、カスタマイズできるんですよ。じゃあカスタマイズしましょうか。ミルクをね、脂肪。で、これを何個にしますかと。数量。最大5点まで選べます。なので、例えば、このフラペチーノ、この全く同じカスタマイズのやつを2つ選んで、さらにここに商品追加で。残り3つまで追加できます。まあ、ドリップコーヒー。ブレンドとかは、バリスタさんのおすすめになります。なので、こちら側から、指定することはできません。多分今後ね、この商品は増えてくると思います。で、ここまで来たら、最後、利用規約に同意の上、決済する。あ、で、やっぱこれ、やめとこうと思ったら、この横のね、マイナス、ここを押したら、消せます。はい。そして、これで決済をすると、画面にシリアルコードが表示されるので、まあ、それを持って待ちましょう。準備ができたら、スタバのアプリから通知が来ます。用意ができましたというふうに通知が来るので、スマホ持って行って、で、シリアルナンバーを見せて、あ、これですね、と言って交換するみたいな感じになるらしいです。といった感じでございます。まあね、並ぶ列とかがね、どんどん減っていって、その店員さんの負担も減って、さらにお客さんの待ち時間も減ってね、ウィンウィンなのかなと思います。なので、もし東京都内に住んでる方で、近くに店舗、対象店舗がある方は、ぜひ、試してみてください。というわけで今回はスタバの新サービス、モバイルオーダー&ペイについてのお話でございました。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。以上、たけるでした。バイバイ。